今のところ過去の動画の詳細が見られたりするんだけど、今後は物販を行います。ミニメカニック TV。 かりんちゃん。ん？何ですか？今日は重大な発表があるんだ。お、何でしょうか？この度ついにメカニック TV の公式ホームページができました。おお。で、実はもう公開されていましたよね。1月くらいから公開していたよ。だから知っている人はいると思う。私は知っていました。今日はせっかくなので公式ホームページのお知らせについてお話をさせてほしい。承知いたしました。実際ホームページでは何をするんですか？今のところ過去の動画の詳細が見られたりするんだけど、今後は物販を行います。それってもしかして？そう、以前から欲しいとの声が上がっていたメカニック TV 限定 T シャツを販売する予定だ。ついに。どんな T シャツになるんですか？整備現場で使えるようにスポーツタイプの T シャツにする予定だよ。運動とかにも使えますよね。これからはいろんなグッズを販売していく予定だから、各 SNS だけでなくホームページもぜひチェックしてほしい。私も毎日チェックします。その他にもいろんなアップデートを行う予定だ。楽しみです。アップデートしたら動画でも SNS でも報告します。うん。あと整備士さんたちの悩み相談とかもガンガン受け付けています。概要欄にリンクを貼るのでガシガシお問い合わせください。よし、それじゃあ今回はここで締めてくれ、かりんちゃん。承知いたしました。今日も企画開発研究会終了です。ミニメカニック TV、 かりんとプロデューサーでした。またね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。